出た。ハシヤスメさん、はい、わかりますか僕のこと。おでんツンツン男。そうなんです。そうです、そうです、そうです。私が今から約7年前に、コンビニのおでんをツンツンして大炎上してしまったおでんツンツン男が私、豊島雄介なんです。堂々としてんな。ないな、うすら笑い浮かべて出てきてんだよ。本当にあの説は大変ご迷惑をおかけしてすいませんでした。早いな、やばいのが。なんか会ったことないけど見たことあるなっていうのはそういうことなんだ。うっすらこうね。この迷惑動画を投稿した結果、はい、僕はこんなしくじった状況に陥ります、うん、教科書の4ページ目をまず開いてください。豊島さん、 あ、そっか、いっぱい出てる。これなんだ。逮捕され留置所生活。厳しい。住んでいたマンションから強制退去。いろいろ迷惑かかった、うん、当時の妻から愛想を尽かされ離婚。結婚してたんかい、あの時。全ては僕の迷惑動画を投稿した責任なんですが、ほう、本当にご迷惑をおかけしました。もう2回目だ。めちゃめちゃ早いな。スピードが卒業生代表の挨拶です。そうですね。落ち着いてね。落ち着いて。今はもう動画上げたりはしてないんですか ？SNS ネットに。今は動画などは上げているのですが、上げてる。上げてる。上げてるので。上げてるので。今はって。はい。上げてるんですけども、迷惑動画は一切上げておりません。そりゃそうだよ。よかった。今回のしくじり先生はおでんツンツン男こと豊島雄介先生。ツンツン。友達に面白いと思われたいと軽い気持ちで上げた迷惑動画で逮捕され、後に不起訴処分となるものの、人生を棒に振ることに。SNS で大炎上するとどんな恐怖が待っているのか。まずは迷惑動画に手を染めてしまうきっかけから授業してもらいましょう。第1章、おでんツンツン動画騒動の真相の告白。人はなぜ迷惑動画を投稿するのか徹底解析。ほう、うん、まず僕のプロフィール、次のページ。愛知県出身、1988年生まれの34歳です。既婚で妻と子供が3人います。そして東海学園高等学校時代にアイスホッケーで3年連続国体に出場させてもらってます。すごいですね。すごい。スノーボードではJSBA 公認プロとして2年間プロスノーボーダーとして活躍もさせていただきました。公認プロ。なんか声もいいし、鼻はちょっとこうはありますけどね、これなんか。ありがとう。声はあのまだポリープの方がちょっと。ポリープ。いやいや、いろいろだな。ちょっとあのポリープ。すごい聞いてもなんか。すいません。すいません。ポリープの方が。どこ行っても何かある。何かしらある。現在は愛知県でスケートボードショップ2店舗、スケートボードパークを経営しております。おでんツンツン動画騒動が起こる1年前の2015年の頃、はい、僕は地元の愛知県でスケートボードショップを経営していました。おー、もうその頃から。当時は新店舗をオープンするためにいろいろと奔走をしていたのですが、うん、そんな中でこんな活動を始めました。うん、次のページ。なるほど。スケボーショップの宣伝のために動画を投稿。なるほど。最初は、はいはい、始まりはね。これはいいですね。うん、なので7年前とかだとそういうオープンとかの動画を上げてる方がいなかったので。早いよね。はい。早い。はまだ早い、ね。これは第一人者になれるぞと思ってそういう動画を投稿するようになりました。なるほど。めっちゃ大事。その動画っていうのはどういう動画の内容だったんですか？スケボーの凄技やこけシーンの動画。いいじゃん。いいじゃん。ありますね、そしてスケボーを指導している子供たちの様子などめちゃくちゃいいじゃないですか。めっちゃいいじゃん。見たくなっちゃう。しかしある日こんな出来事が起こってしまいます、次のページ。なんだ。ネタがなくなって何気なく投稿した
変顔動画が近所の小学生に激ハマり僕はこの時こう思いました、うん、次のページ、うん、どう思った。こんなんでいいならいくらでもやってやるよと僕は思ったんですよね。調子に乗ってきてる。タバコを投げて口でキャッチしたりとか熱湯に指を突っ込んだりとか鏡を使って顔半分写して変顔をしたりする動画などをまず上げていました。調子に乗ってきてる。今思えばこれが動画投稿が迷惑動画投稿に変化していく最初の入り口だったんです。なるほど。もうだってこのネットに指を突っ込むでだいぶ寄ってきちゃってますもんね。そうだね、指だもんね。指やってるもんね。当時の僕はネットにも疎く承認欲求というより身近な友達やお店に来る友達の反応が全てでした。ああ、そうかそうか、はい、なるほど。とにかくその人たちに受けるのならと、うん、おバカ動画をメインに投稿するようになっていきました。なるほど。ダイレクトに子供は見たよって言ってくれるわけだ。はい。で僕もやっぱあのよっしゃーみたいにちょっと舞い上がっちゃっていて、うん、もうその頃もお店の評判というかお店の人気につなげようみたいな気持ちはもう全くないんですか。そう、あ、逆にそれがお店の宣伝になるなって思っちゃってました最初は。なんか売り上げとかそれには繋がってたんですか。全く繋がってないです。そうでしょうね。そうでしょうね。いやそれはそうでしょう。いいねの数欲しさに次第に過激な動画を上げ始めた豊島先生。さらにエスカレートした投稿がやってはいけない一線を越えていくことになったそうです。この動画の続きはアベマで。最新作は無料。さらにアベマプレミアムに入ると過去の作品も見放題。まずはこちらをクリック。